こんにちは、速報健康なの時間です。今日はですね、便秘の予防法について説明したいと思います。まず一つ目は、繊維の野菜や、根菜類、例えばセロリや人参、ごぼう、さつまいもなどを食べるということです。次に、2つ目は、朝起きたらコップ 2、3杯の水を飲みます。水道水なら、前の晩から汲んでおいた上澄みを使ってください。そして3つ目、毎日決まった時間に、便意があってもなくても必ずトイレに行くということです。はい、4つ目、夜寝るときは、仰向けになってもらって、手のひらを重ねてもらい、お腹の上に乗せて大きくへその周りを静かにのの字を書いてください。で、腹部を時計方向にだいたい5分間ぐらいマッサージします。以上が予防法です。簡単なのでぜひやってみてください。以上、川越とペイ先生がお送りしました。では、ちなみに僕は便秘の時、人にお尻を蹴ってもらいます。さよなら。